それではディアベリのアレグレットという曲についてお話をしていきます。ディアベリという人は、オーストリアの方で、生まれたのは1781年、まだモーツァルト生きてた時代ですね。ベートーベンももちろん生きてましたが、生まれてましたがまだウィーンには来てなかった。ディアベリはオーストリアで生まれて、楽譜を出版する会社でこう有名になったんですね。で、その楽譜の出版の関係でベートーベンなんかともこう関わりができていて、ウィーンでは知られた人でした。ちょっと弾いてみますね。こうモーツァルトとかベートーベンの雰囲気は感じられる、作曲だ曲だと思います。こんな曲ですね。こう踊りなんですけど、こう2拍子なんですけど、どこかこうかけていく、こう走っていくような踊りじゃないですか。こう初めからこう例えばお店に入って、ね、近くの人に座るんじゃなくて、ドアの向こうから走ってきて、こうここで例えば終わりますよね。これずっとなんかこう座ってる人とか歩いてる感じですけど、そう、音を引き出す前から少しこう何か音楽に向けて走っていくような感じがあると、この軽やかですばしっこいこう踊りにこう踊りを表現できるんじゃないかなと思います。なので音を出す前にこう何かこう走っていくことを、音楽に向かって走っていくことを感じましょう。で、普通だったらこう1拍目が重いかもしれないんですけど、2拍目にアクセントがありますので、そのファのシャープの音までこう走っていきましょう。すると音楽に動きが生まれます。こうそれを考えないと動きがなくなってしまうので、走っていく。で、初めをすごく軽くこう通過できるように軽くして、目標の音に向かって、目標の音にちゃんと着地するようにしましょう。そうで、こうひとまとまりのフレーズの終わりの音、これはちゃんと収まるように、これはしっかり音出しましたけど、これも重くなっちゃうとあまりエレガントではないかな。走っていってここに来て、終わりはまた軽く終わってあげる。すごくこうエレガントでこうウィーンらしい感じになってきたと思いませんか。次もそうですね。こう走っていって、それまでこう4つ音があるんですけど、こう座り込んでしまわないに、この音にアクセントがついてますね。ここに向かって軽やかに走っていきましょう。音が出る前から走っていくつもりで、そのままこう落っこちずにここまでいきましょう。で、終わりはやはりエレガントにこう収めます。こうありがとうございましたってこうお辞儀をするように、ちゃんとこうありがとうございましたってこう語尾がね、こうなってしまうとこう失礼な感じがしてしまうので、必ず終わりは収めましょう。こう礼儀として、それでだいたいこう整うんじゃないですかね。これもそう、アクセントがあって最後は収めます。であってもやはり礼儀を忘れずに、これはしっかり出しますが、フォルテでもしっかり収めましょう。コツは、
大事な音を下ろしますが、最後の収めるから、穏やかに収める音は上げます。鍵盤から上げます。下げて上げる。これはピアノの基本になりますが、それを必ず忘れずに、こう走っていて大事な音で下げて、最後は絶対に引き上げます。中間部とても楽しいですよね。すごくこうアルプスのイメージがします。少女ハイジみたいで私好きですね。ヨーデルヨロホーヨーデルホーヨーランランラー。こう語尾はこう、さっきはすごく丁寧にねこう収めましたけど、中間部はもうこうお家に帰っても子供だけで遊んでるかもしれない。ですので、こうぶしぶつけない方が、そう元気に遊びますけど上げた方が綺麗だと思います。これはしっかり向かっていきますけど、これは、軽やかに上がる、ぶつけて上がる。ですけれども、絶対に下がらないように。そう、手を上げるっていうのは実は結構難しいんです。こう指がちゃんとこう鍵盤にフィットしてないと、こう柔らかい手ではやっぱり音が鳴ってくれないので、柔らかい手では下げれば鳴りますけど、上げた時に鳴らないので、指がちゃんとできて、指先のしっかりと意識があることで、手の形も特に和音の時ですね、ちゃんとここの形があって、鍵盤を触っているとちゃんとなってくれますが、ここ柔らかいとなってくれないかな。スタッカートですから一瞬でいいのでピッピッって欲しいですね。ちゃんとしっかりこう掴む意識があることと、素敵な、アレグレットになるんじゃないでしょうか。これで終わりです。